おはようございます。杏林さんの商品乾燥糸ミミズを与えてみます。せっかくだから特徴を読んでみます。天然高タンパクフード、生きた糸ミミズの成分を損なわないように凍結真空乾燥フリーズドライしていますので、大変新鮮で栄養たっぷりです。与え方は亀などに与える場合、1日数回に分け10分ぐらいで食べきる量を与えてください。ブロック状の固形タイプで、水の中に入れてしばらくすると柔らかく食べやすい状態になりますとのこと。それでは早速与えてみます。食いつきは良さそうです。これ食べてるのか食いちぎってるだけなのか、どっちなんだろう。いつも食べている人工飼料の餌とは味なのか食感なのか食いつき方が違いますね。先ほどもお話しさせていただきましたけど、どう見ても固形ブロックに食いつく、バラバラにする、吹いて吐き出すにしか見えないんだけど、どうでしょう。
これ食べてるっていうことでいいんですかね。いやもうわかんない。今回の餌やりで分かったこと、乾燥糸ミミズは決して飼育水の水替え後に与えない。必ず後悔するから。おやつ程度とおおらかな気持ちで与える。家庭の事情がなければ冷凍アカムシを与えてあげる。ご覧の通りこんな感じです。飼育水が汚れます。食べかすや残飯が主食で与えている人工飼料よりも汚れるから、飼育水の水替え前におやつ感覚で与えてみるのがいいと思います。もうこの後に水替えしてきます。お先に失礼します。